明暗レイスのバナーフレームで最も人気の高い王道中の王道であるエーペックス民なら誰もが知る大人気アイテム。そんな大人気なバナーフレームでもどのレイスのスキンとも相性がいいかと聞かれると実はそうじゃないんですよね。もちろん人気バナーフレームとはいえ逆にダサくなるスキンも存在するわけです。がしかし今回紹介するレイスのスキンを明暗バナーフレームに添えていただくだけであなたのバナーフレームのクオリティは1段階いや5段階はかっこよく飾れるようになれる。ということで今回はそんな明暗にぴったりな相性抜群なレースのスキンを皆さんと見ていこうと思います。ではまず第5位からの紹介。こちらはですねよくね猛者の方がされる構成なので迷ったら一旦これみたいな感じの惰性で組み合わせてくれても全然 OK。 むしろ俺はその惰性を絶賛したい。せっかくゲットした明暗というねアニメ界のエヴァンゲリオン並みの傑作をぜひこのスキンと組み合わせて楽しんでほしい。これさえ伝わればこの動画はもう閉じてもらって結構ごめん嘘頼むから最後まで見て絶対損させないから。そんな明暗に相性抜群なレースのスキンランキング第5位はこちらエアシップアサシンです。さてさてレイスの猛者スキンといったら切っても切り離せない絶対的存在。色、形、デザイン全てにおいて完璧かつ究極なレイスのスキン。俺もこのスキンは個人的に好きでレイスの好きなスキンで言えば1、2を争うほどに好きなスキン。おっと失礼少々取り乱してしまいましたね。いやほんまに好きなんよこれ。ということで今回はスキンとバナーフレームを紹介するだけではなくしっかりとスキンをくまなく紹介させてください。なので今回の動画少々尺がいつもよりも長くなってしまっていたら本当に申し訳ない。これはもうね俺がレイスのスキンが大好きだという表れですのでぜひとも最後までお付き合い願いたい。さあこちらのスキンは例の常時販売スキンとして超人気の高い虚空を知る者の色違いスキンですね。ということは元スキン色違いスキンどちらも人気が高いということはもう本当に100歩譲ってもお買い得な商品なんですよ。なのでこのエアシーパサシンが再販されるというのは多分結構先になると思うんですが今のうちにこの元スキンをゲットしておいて再販に備えておくという手段も結構ありだから今すぐ買ってほしい。さてさてこっからが本題だ。はいこちらが実際に明暗と合わせてみた時の見た目です。はいどーんとだいたいあいあいこの野郎お前これのどのあたりが相性がいいと言えるんだとお任せください。今からこの明暗とエアシップアサシンを今だけゲットしていないというちょっと遅れている方に向けて今すぐこの両方が欲しくなるように紹介させてください。だから長いんだな今日。さてもう一度ご覧ください。明暗の特徴であるこの赤みがかった背景とエアシップアサシンの派手すぎない金色がめちゃくちゃ相性がいいという部分を今回評価させていただきました。赤と金というのは遠い昔日本から相性が抜群であると伝えられた優秀ある組み合わせなんですよ。鳳凰もそうでしょ金と赤ひな人形だってそうじゃん金色と赤のイメージあるでしょ。これを合わせとして明暗を理解したとはもう絶対に言わせないという感じでまだまだ明暗は魅力の多いアイテムですのであと4つ紹介しますのでぜひともご期待ください。では次4位の紹介こちらはですね非常に持っている人が多いのでぜひともね実際に合わせて楽しんでほしい。これならみんな持っているかなと思って、適当にパンって合わせてみたところもうねびっくりしたよ。脳汁がプワーって出てきたね。それほどまでに相性抜群の組み合わせなのでどうぞご自由にお試しください。そんな明暗に相性抜群なレースのスキンランキング第4位こちらヘルキャットです。赤といえばヘルキャット、ヘルキャットといえば黄金の輝き、黄金の輝きといったら俺どうも。こちらのヘルキャットは前回こちらの区内を腐らせてしまうひどいスキンということで紹介させていただいたのでぜひともねそちらも合わせてご覧ください。こちらのスキンはエーペックス2周年イベントで登場したレイスのスキンでありましてご覧の通りかの大人気レアスキンボイドプラウラーの色違いスキンなんですよね。でもこれらのスキンは色違いスキンであって色違いスキンではないというあのなんかすごい複雑な関係なのであのあんま言及しないでください。なので2周年記念の時の報酬欲しさにこのレイスのスキンもゲットしたという方も多いのではないでしょうか。多分これがこのレースのスキンをよく見る原因なんですよね。さてさてこっからが本番だ。はいこちらが実際に明暗と合わせてみた時の見た目です。はいドーンどうですかね。これはもう多くは語らんよ。明暗のこのほどほどに派手な赤、ヘルキャットのこのド派手な赤、この組み合わせが奏でるハーモニーやもう涙が出ん。なのでヘルキャットに合うバナーフレームはもう明暗、今日はこれだけを覚えていただいて寝てください。というのもですよこのヘルキャットおそらくね今後ね長い目で見るとすごいねレアスキンになると思うんですよ。なぜなら旧正月イベントで2周年のスキンが一斉に再販されたのはもう皆さん知ってますよね。そこなんですよ。じゃあ来年の旧正月は何が再販されるんですかと、今のところ一番可能性が高いのは今年行われた3周年イベントのスキンのやつらだと思うんですよね。ということは2周年イベントのやつらはいずこへ行くのかと、
知らん。おそらくまた別の時に再販が来るんだよね、多分ね。全部一斉にとは多分いかないので、このヘルキャットが再販されるのはもう当分先になりそう。なので今ヘルキャットをお持ちの方は、ぜひともね、胸を張って自信を持って使っていってほしい。もちろん、名案と合わせてね。では次、3位の紹介。こちらはですね、俺あんまり好きなスキンではないんですが、このスキンね、結構隠れファン多いんだよね。とは言うものの、自分もたまにこのスキン使わせていただくんですよ。まあ、ミスピック以外ありえないんですけど、そのスキンを使うときはもう決まって名案バナーフレームを愛用してますね。持ってる人も少なくはないと思うので、ぜひともこの組み合わせをチャンピオン舞台で輝かせてください。そんな明暗に相性抜群なレースのスキンランキング第3位はこちらハイクラスです。見てよこの見た目。俺の身内ではこのスキンのことをなんかサザエレースって呼んでるんですけど、どこがサザエなんですかね。このスキンね、まだ自分が欲しかったレースのスキンが再販される前、いやいやですが使ってたんですけど、久々に見たらさすがに見る目変わるかなということで、ちょっと今眺めてるんですけど、やっぱね、久々に見てももう嫌いなもんは嫌い。あ、ちょっと待って、もうちょっとアンチコメしようとしたでしょあなた。おいおい何言ってるんだと、こいつ俺が好きなハイクラスを批判しやがって。あー、アンチコメ書いてやろう。カタ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 エンターキー勝ちやろう思ったでしょ。はい、残念、 YouTube のコメントはエンターキーでは送信できません。はい、開業になります。残念、ごめんなさい取り乱しました。この意見はですね、俺だけの意見でしかないので、皆さんはもうじゃんじゃん使っていてほしいし、好きであっていてほしい。それはもう個人の価値観なんで、俺が勝手に言ってるだけです。で、このスキンはシーズン7のバトルパススキンとして登場しました。なので残念ながらこのスキンが再販されることは二度とありません。ワンチャン色違いが再販されるかもしれませんが、もうそこを期待するしかない。欲しいこれ。さてさて、こっからが本番ですよ。こちらが実際に明暗と合わせた時の見た目です。はい、どーん、どうぞ見てよこの厳かな雰囲気に交わる明暗のドシーンとくる荒々しいデザインが奏でるこの高級感。こう見たらハイクラスも悪くないね。でもね、世界観的に見たらまあ謎でしかないんだよね。だってさ、洋風のオシャレをしたレースの背景に鬼のお面って、これどういうこと。意味は不明ですが、非常にメリハリの効いたバナー構成にできますので、ぜひともレースのハイクラスをお持ちの方は一度試してみてはいかがでしょうか。今すごいなんか VCT は盛り上がってますよね。マジでデータディビジョンの活躍もすごいんですけど、その VCT の試合が始まるのがすごい深夜なんですよね。深夜の3時とか2時とかも遅いんですよね。なのでその試合が見たいから、次の日の学校をね過ごしたって人全国に1人くらいいそう。さあ、もう2位の紹介なんですけど、すごい時間かかってるね。今回も試作のこと考えてないです。もうとことん長くしました。なのでこの台本の長さ、なんとこちらびっくりしてください。はい、なんとこちらの、文字数ですね、5102字。いつもはですね4000字くらいに抑えてるんですけど、オーバー1100字ってほんとした。では次、第2位の紹介。こちらはですね、もう完全にこの明暗に合わせるために誕生したと言っても過言ではない、と言っても過言ではない。もうね、この際はっきり言っていいですか、このスキンに合うフレームはもう明暗しかないですね。そんな明暗に相性抜群なレースのスキンランキング第2位がこちら、悪魔のささやき。こんな名前してますが、天使のささやきはまだなんですかね。このザ・日本という見た目がレースで登場してくれたのはもうありがたいです。いい機会なので、今回僕はもうレース戦代表として運営さんに感謝したいと思います。TY ゲーマーなんてね、この2文字で満足するんですよ。自分ね、普段の生活でもついついね感謝をするときは本当に TY って言っちゃいますね。はい、病気。おっとっと、ついつい話が脱線してしまいましたね。このスキンはシーズン9の時のバトルパスで登場したスキンなんですよね。そのシーズン9というのが日本がテーマとなっているシーズンだったので、このレースもジャパニーズ仕様になっているわけなんですよね。ありがとうございます。さてさて、こっからが本題ですよ。こちらが実際に明暗と合わせた時の見た目です。はい、ドーン。はい、もう完璧です。世界観 OK、 色の組み合わせ OK、 ありがとうございます。 OK、 運営さんやっぱ分かってんね。日本仕様のスキンを登場させたのが本当レースってのがもう分かってるわ。なのでここで言いたいのが、この悪魔のささやきをメインで使われている方も絶対に絶対にこれを機に明暗買ってください。バナーフレームってね、結構クラフトメタルで買っていいのって思われる方いると思うんですが、この組み合わせをね目指すのに関しては絶対的にお勧めできますので、これを機にも本当にもうぜひともね、もう明暗買ってくれ。ところで今回のネタは実はですね、前回の動画でいただいたコメントを元に思いついたんですよね。こちらが実際に来たコメントです。元はレースの明暗に合うバッジを紹介してくれとの提案だったんですが、これをね俺なりに練った結果、今回こういう感じにアレンジして動画出してるわけですよ。なのでよければ俺の動画というか、Twitter の DM の方が助かるんですけど、ネタの提案というものをねこれからもしていただけると助かるんですよ。皆さんからいただいたネタをそのまんま採用するんじゃなくて、いろんな案と組み合わせて作ってるので、ぜひとも皆さんが思いついたガラクタみたいなネタでもいいんで、ぜひともじゃんじゃん面白そうなネタお待ちしております。はい、ありがとうございます。
ではとうとう第一紹介しましょうか。長かった。こちらはですね、もう美的センスの塊だね。ぴったりのセット感というのは少ないものの、こういう感じのもあれだよねという感じで、今回1位として紹介する感じですか。そうです、そうですよ。まあまあまあ安心してください。今回はこのスキンを1位として紹介するんですが、このスキンが販売された時にこのスキン買わなかった人、マジでドンマやらかしたね。惜しいことしたね。シンプルに残念。でも購入された方おめでとうございます。やっぱ見る目あるね。僕のこのサブカル系実況バツネジの動画見てくれてるってことは、非常にスキンを見るセンスがあるんですよ。正直ね、これ以外のレースのスキンはもう必要ないとまでは言いませんけど、と思えるほどの代物なので、ぜひともこちらご期待ください。そんなメアに相性抜群なレースのスキンランキング第1位、こちらエターナルライフです。いやーこれ本当に大好きなんだよね。この漆黒の暗闇に包まれた、このシンプルながらも様々な工夫が施されているこの見た目、そしてこの目立つか目立たないかのギリギリの場面を見て魅力を見せているこの赤いマフラーね、別名エレンからもらったマフラーね、ここをいかに輝かせるかっていうのが、もう本当にサブカルゲー実況者としての腕の見せ所でもあるんですよね。今回はこんな感じでバナーポーズはもう適当に恐れ知らずで やってるんで、ポーズまでこだわっていただけたらもう可能性無限大ですので、ぜひともポーズでも楽しんでほしいんですよね。こちらのスキンはついこの前バックインブラックセールで登場したスキンなんですけど、なんですね。ああそうですね。なので多分ね、再販されるとしても多分1年過ぎると思うんですよね。相当先ってことですわ。ということでこのスキンを購入された方はもうナイス購入ということね。さてこっからが本題だ。こちらが実際にメアを倒した時の見た目です。サイト。おやおや、一見カメアそうに見えたこのフルフェイスのヘルメットの顔面部分の金もいい感じの味出てんじゃん。これまた一見味合わせの悪そうな、もうこの真っ黒な見た目のもいい感じに輝いてる。なので今回で学んだことは、全体的に色で合わせるのもありなんですが、ほんのちょっと一箇所だけ色合わせるというのも結構全体的に出来上がりが仕上がるんだなと学びましたね。さて今回皆さんはどんなスキンを思い浮かべたでしょうか。スキンはね、見た目だけではなく、こういう感じのバナーでも楽しむことができるので、皆さんぜひともレースだけに限らず、いろんなレジェンドも試してみてください。今回の動画好評でしたら、また別のバナーフレームや別のレジェンドでもこういう感じを紹介していこうと思いますので、ぜひともお楽しみに。はい、今日はありがとうございました。長くなってごめんなさい。